それでやっぱり自分たちがここで商売しなくちゃいけないんで、それで何かできないかって思った時に、まあ本当自分が思ったんですけど、まあやっぱメッセージというかね、何かやっぱこう自分たちで発信していかなくちゃいけないんじゃないかって思った時に、まあすぐにまあピンバッジって思ったんですよ。なんかピンバッジを作ろうと、それでなんか発信しようと、まあ状況を伝えたり、でそれで思った時に、まあ、自分でも作ろうとは思ったんですが、やはりこれはちょっとセンスのある人にというか、その形にするのにやっぱりなんかいろいろ聞いてみようと思った時に、たまたまうちの取引先さんがイラストレーターの方だったんですね。うちで扱ってる商品、まあ、作ってる人がいらっしゃる、もうその人にとにかく相談しようと、もうすぐに思って、まあ震災あって1ヶ月後ぐらいにちょっと相談してっていうか、話をまあ言ったらすぐに快くいいですよっていうことで、まあそれから、東京、まあ東京にいるんで、まあ5、6回ですかね。もうとにかく自分の思いを、状況を伝えようと、もういろいろ書いて、自分でもまあ形も書いて、それで行ってとにかく伝えましたね。やはり自分たちが本当、その震災後に思ってた、まあ、自然の大切さっていうのがまず一つありましたね。であとは今避難してる人たち一番考えて、その子どもたちの未来、まあ、子どもたちのことがまずそれも頭にあったし、だから子どもたちの未来、あとはそのエネルギーに対する考えっていうことで、まあ、チェルノブイリの事故もあったし、でそれでエネルギーを考えるっていう、まあ、脱原発とかそういうストレートな言い方ではなくて、みんなでやっぱりこの機会に電気っていうかね、そういうのを考えよう、エネルギーを考えようっていうことで、エネルギーを考える。で最後にやはり福島からのメッセージ、福島からのやっぱりこの今の状況を伝えるっていうことで、福島からのメッセージ、もうその4つに込められています。今一般社団法人化になりまして、まあ専属にやっぱりその、発送作業であるとか対応してくれる人を今、探してまして、事務所も近々できることになりまして、ゆくゆくはそういうインターネットの対応もできると思いますね。まあ、作品のデザインと制作を担当してます。こういった商品は、まあ、いろいろあちこちで置いていただいてるんですけど、まあ、一番多いのはコラセ福島さん、あと道の駅だと東和、足立、川俣さんで置いて販売していただいております。販売だけじゃなくて、やっぱり自分で作っていただく方がかえって楽しいかな。まあ、時間のない方はまあお買いいただくのもいいんですけど、こうしたら綺麗かなっていうのは本当に現実になっていくのは楽しいかなって、出来上がった時はもう、あ、これもう自分だけのもの、オリジナルでっていう感じで、すごい喜んでましたね。これもこうやってやっぱ作ってんだ、これこれでこいつこうやってクイズ33だっけかな、この男性のやつだな。福島から東京に出てきた、うちの代表というか社長が、こっちをなんとか助けられないかっていうことで、この、リンプロダクツ福島っていうのを立ち上げたんですけども、いろんな人がつながるっていうことですね。和と和をつなげていく、それのつながりが人とのつながりであり、いい製品につながるっていうことで、
そういった形を取らせてもらってます。バッグとか小物入れとかそういうので今やってますけど、まあその実績が認められて浜津さんのこういうのが出てきたんですけども、ここに来れば一般の方も購入できます。あとだんだんとまあ、郡山の市民の方にも工房をここ使ってもらって藍染めの体験とかそういうのをやっていこうかと思って、お世話になってますんでやっていこうかと思ってます。